日内針リ日内ハは、針の形態の一つで、ごく細く短い針を、皮膚組織内に侵入し、伴奏項などで固定して、1日から数日留置する治療法である。昭和初期に、群馬県の新旧市、赤羽神兵が考案した。1970年代に、大相撲の大関、朝日国が背中に、日内針をつけて土俵に上がり、よく話題になったが、 現在の力士にはあまり愛用者はいないようである。針の治療法には、以前から、留地針といって、針を刺したまま10分か20分ほど放置しておくと、ただ刺して抜くだけよりも効果があることが分かっていた。しかし針は筋肉にも達することが多く、長時間患者を静止させておくことができない。そこで、患者が動いても支障がない、皮下組織だけに侵入して固定するように考案されたのが、 この針である。機内針に使われる針は、針体の長さが5ト、mm、ルくらい、直径は0.16から0 2ト、mm、ル、それに、長さ2ト、mm、ルほどの針柄がついている。あらかじめリューズが当たる部分に、幅5ト、mm、ルくらいの伴走口を貼っておく。針はピンセットでリューズをつまみ、水平面に20度くらいの角度で、2ト、mm、ルか3トル、侵入する。その後、 刺した針を覆うように絆創膏で止めておく。ありがとうございます。